千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。さて今回は歯の神経をどうしても抜かなければいけない本当の理由とはにお答えいたします。今現在保険では神経が出てしまった歯を保存することは、神経が出てしまった歯の神経を保存することは厳しいです。ただ自費、保険外では使えるとても素晴らしい薬があります。なのでその辺もしっかりと先生やスタッフに相談してと、その金額がいくらかかるのか、神経を残すためにはどのような治療が、神経を残すためにはどういう方法があるのかというのをしっかりと相談した上で神経を抜くか抜かないかを決めてほしいと思います。神経を取ってしまうとやはり歯は脆くなるので寿命もものすごく短くなってしまいます。そうすると歯を抜いてブリッジ、入れ歯、インプラント、その3つの選択肢、抜いたままという選択肢はないと思うので本来はしてほしくないことですので、その3つの治療、ブリッジ、入れ歯、インプラント、その中でやはり長く見るとインプラントの選択肢をおすすめすることになってしまいます。なので神経を取る前にインプラントよりも金額の安い自費治療に必ずなるはずなので、そちらで自分の歯を、神経を守るようにしてください。お問い合わせやご相談はお電話にて受けたまっております。インプラントに関してのお問い合わせは動画の下の URL 先よりお電話にてお問い合わせいただけます。お電話お待ちしております。